自民党の二階幹事長は当選無効となった国会議員の歳費返還を可能にする法改正について今国会での実現には慎重な考えを示しました。今国会でできればそれは一番いいことですけども、法改正ですからそんなに慌てふためいてやってですねいい結果になるかどうか分かりませんから、そこは慎重にやりたいと思います。一方で公明党は当選が無効となっても4900万円の歳費を受け取った河井案里氏の問題を念頭に、公職選挙法違反で当選が無効となった国会議員に対し歳費の4割の返納を義務付ける案をすでに示しています。山口代表は今国会での成立を目指す考えを強調した上で、肝心なのは自民党の対応だと指摘しました。この国会中でも合意を作ることに自民党としてもなお一層努力していただきたい。